どうもドントテルミー新井です。今日はヒンドゥー教解説していきます。ヒンドゥー教とは信者数約11億人で世界第3位の信者数を誇る宗教です。世界人口が80億人くらいなので、だいたい世界の8人に1人が信仰しているというマンモス宗教なのですが、信者の9割がインド人で、それ以外の信者はネパール、バングラデシュ、スリランカなどのインドの周りの地域にしかいません。そのため謎の多いヒンドゥー教なのですが、成立から現在までやばい話が無限に出てきて、非常にカオスで面白い宗教なのです。詳しく見ていきます。このチャンネルでは、こういった大人なら押さえておきたい教養をどこよりもわかりやすく解説しておりますので、どのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をお願いします。ヒンドゥー教の起源は、今から3000年以上前、紀元前1000年頃に遡ります。この頃ロシアの南西部、現在のウクライナのあたりに、移動しながら狩りをして生活をしている白人遊牧民たちがいました。この白人遊牧民たちは紀元前1000年頃にウクライナのあたりからインドに移動してきました。3000年以上前の話なので、なぜ移動したのかはっきりとした理由は分かりませんが、人口が増えすぎて土地が足りなくなったからとか、気候が変わって寒くなったので暖かい南を目指してきた等々の理由が考えられています。いずれにせよ、白人遊牧民たちはもっと住みやすい、新しい場所が欲しいという思いでインドまで南下してきたのです。白人遊牧民たちが目指したインドには黒っぽい肌の人たちが住んでいました。そんな中、新しい土地をゲットしたいと思ったら、簡単な話、もともと住んでいた人たちをみんなぶっ倒せばいいわけです。その点、この時白人遊牧民たちは時代の先取りをしているような進んだ民族だったので、質の高い硬い青銅器で剣や槍などの武器、兜や鎧などの防具を作っていました。インドにいた先住民も青銅器を使ってはいたのですが、白人たちの加工技術の方が圧倒的に高く、インドにいた先住民が使っていた青銅器は白人たちのものと比べて脆くてすぐ壊れてしまい、戦いとなったら頑丈な武器や防具を揃えていた白人遊牧民たちの圧勝でした。こうして白人遊牧民たちはもともとインドにいた人たちを倒してインドを支配したのでした。白人遊牧民たちは自分たちともともといた先住民を区別するために、我々はアーリア人ですと自称しだします。アーリアというのは高貴なものという意味です。インドの先住民たちを倒して支配したわけなので、あいつらは私たちよりも下の存在だ、私たちの方が高貴な人間ですって感じで、自分たちをアーリア人と言ったわけです。念願の新しい土地をゲットできたアーリア人、よかったねというところですが、もう少し詳しく具体的に見ていくと、白人遊牧民たちは戦士として戦ってくる先住民をみんな倒しただけで、戦士以外の一般市民まで全滅させたわけではありません。というのも、単純に全滅させるには先住民の数が多すぎましたし、戦士が倒された時点でインドの先住民は白人遊牧民たちにおとなしく従うしかなくなるわけなので、殺してしまう必要もないのです。なので、先住民を倒して新しい土地をゲットしたというと単純ですが、よくよく考えてみると、実際問題として先住民を全滅させなかった以上、言葉も通じないような先住民と共存していく必要があるわけです。そこでアーリア人が利用したのは宗教でした。アーリア人はインドの先住民に向かって、あなたたちは知らなかったでしょうけど、実は風が吹いたり雨が降ったり、太陽が照っていて暖かかったり、そういったこの世の出来事は全て目には見えない神様の仕業なのですと伝えて、さらに、私たちアーリア人はそういった神様とつながることができます、なので私たちが神様にお願いすれば、台風とか日照りとかそういう自然災害は起こさないでいてくれますし、戦いに勝つためのすごい力だって授けてくれるのですと言いました。その流れで、特殊な力を持った私たちを十分敬ってくださいね、私たちがちゃんと神様に対してお祈りとか儀式とかしないと神様を怒らせてしまって、人類はみんな滅亡してしまいますからね、といった具合に、実は世の中ってこうできていたんだよというのと、そんな世の中で私たちアーリア人は神様とつながるというとても大切な働きをしているんですよ
といったようなことをインドの人々に伝えていったのです。もちろん言葉は通じないわけですが、先住民の子供をさらってきてアーリア人の言葉を学ばせて通訳に仕立て上げたりとか、そういった方法で何とか翻訳してインドの人々に伝えたのではないかと考えられています。いや、なんだよそのめちゃくちゃうさんくさい話。そもそも急によそからやってきた人たちに急にそんなこと言われても誰も信じなくないと思うかもしれませんが、逆に急にやってきて急に言われたからこそうさんくさい話でも信じられやすいのです。今の状況をインドの人々の視点から見てみると、自分たちと見た目が全然違う人たちが突如やってきて、自分たちよりはるかに強い武器を揃えていて、めちゃくちゃ強くてということで、お前たちは誰なんだよ、なんでそんなに強いんだよとわからないことだらけです。そんな状況で俺らが強いのは実は全部神様のおかげなんだよみたいに言われたら、わからないことだらけで混乱していたけど、そういう全く新しい考え方があったのか、なるほどと納得してしまうわけです。こうしてインドの先住民たちはアーリア人の言うことに従っていくようになるのです。とはいえこの辺はやはり3000年以上前の話なので、当人たちの本当のところはわかりません。アーリア人たちがこうやって宗教を利用すればインドの人たちがおとなしく従ってくれるだろうと考えてこの宗教を使ったのか、それとも本当に純粋に私たちは優れた民族だ、だから劣ったインドの人々にこの世の真実を教えてやろうと思っていたのかどうかはわかりません。そもそも本当にインドの先住民がアーリア人の言うことを完全に信じきっていたかも疑問が残るところで、戦いで負けた以上相手の言っていることを受け入れるしかないみたいな感じだったかもしれません。細かいところは諸説あるのですが、とにかく3000年以上前のインドではアーリア人が始めた宗教が広まっていったのです。アーリア人の中で神様と直接的につながれると信じられていた人々はバラモンと呼ばれたので、このアーリア人が持ってきた宗教はバラモン教と呼ばれました。神様と直接的につながれるアーリア人をバラモンと呼びましたが、アーリア人たちはそれ以外の人に対しても厳しい身分制度を徹底しました。アーリア人のうちもともと宗教に携わっていた人々が戦術の通りバラモンという身分に、王族や貴族、戦士をクシャトリアという身分に、それ以外の商人や農民といった一般庶民をバイシャという身分に、そして先住民を奴隷階級と呼ばれるシュードラという身分に分けたのです。バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラの順に偉いとされています。これはバラモン教に人間は巨人の体から生まれた、巨人の口からはバラモンが、腕からはクシャトリアが、足からはバイシャが、そしてつま先からはシュードラが生まれたという教えがあるためです。だから社会においても考えたり教えたりするのは口から生まれたバラモンの役目で、政治をしたりして社会を動かすのは腕から生まれたクシャトリアで、生活の基盤は足から生まれたバイシャが担って、つま先から生まれたシュードラは全員の下で奴隷のように働いて奉仕すべきなのですといったように解釈されているのです。そしてさらに、すべての人間は親と同じ身分となるとも決まっているので、生まれながらにして奴隷身分のシュードラは一生奴隷、王族や貴族も決して一番偉いバラモンになれたりはしないのです。ですがそうなっているとインドの中でバラモンに対する不満が高まってきます。ただ祈ってるだけのバラモンが一番偉いっておかしくね、俺らがお金稼いだり政治をしたり農業して食べ物作ったり、そういうのも大事だろという雰囲気になっていったのです。するともうバラモン教の国とかやってられんということで、アーリア人同士でいくつもの派閥に分かれて対立し合って、新しく国を作るアーリア人もたくさん出てきました。そういった国ではバラモン教以外の宗教が作られて、国民みんなバラモン教ではない新しい宗教を信仰するようになったのです。そんな新しい宗教の中でも特に勢いがあったのは仏教です。仏教にはどんな人でも仏教の教えに従って生きていけば幸せになれるという教えがあったので、身分制度ガチガチでいくら頑張っても一生奴隷とか一生庶民とか決まっているバラモン教徒からはすごく魅力的だったのです。さらに詳しくは
仏教の動画で成立から教えまで詳しく解説しているので、よろしければ概要欄からご覧ください。自分の行い次第で自分の人生を変えられるんだという感じで、多くの人々の心をつかんだ仏教はインドでも瞬く間に大ブームになったのです。ですが、こうなるとバラモン教としては焦ります。バラモン教なんて嫌だと言って、バラモン教の国から抜け出した人が新しい国を作って、そこで仏教が大流行りしているということは、仏教の国同士がまとまってバラモン教の国を倒しに来ることも考えられるわけです。なので、庶民がどの宗教を信仰しているのかというのは国家の存続に直結するのです。このままじゃ仏教に負けてしまうと焦ったバラモン教は大胆な一手を打ちます。バラモン教が行ったのは新神様大量加入キャンペーンです。というのも、実はインドの庶民たちはアーリア人がやってくる前から自分たちで勝手に神様を信仰していました。どんな神様を信仰していたかというと、これまたアーリア人がやってくる3000年前よりさらに前のことになるので、はっきりとは分かりませんが、人間でも動物でもない何かしら特別な存在がいるはずだとインドの先住民が信じていたことは間違いないとされています。要するに、バラモンたちが言い出した神様以外にも、インドの庶民がもともと信じていた神様がいたわけです。そういった神様の存在を知っていたバラモン教は、今日からあなたたちがもともと信じていた神様もバラモン教の神様ってことにしますと超太っ腹キャンペーンを打ち出したのです。いや、そんなことして大丈夫なのかよ、教えを忠実に守ろうとするから仏教と対立したりしてたんじゃないのと思うところですが、そもそもバラモン教は風を操る風の神様、洪水を起こす水の神様、太陽の神様みたいな感じで神様がたくさんいる多神教なので、新しい神様を後から足すのは簡単なのです。この神様が絶対的に偉い、そもそもこの世には一人の神様しかいないという考えの一神教の宗教だと、後からこの神様も偉いんですって足すことはできませんが、そもそも誰が一番偉い神様とかない、みんな偉くてみんな神様はそれぞれの仕事をしているみたいな世界観の多神教では、後から新しい神様を認めることは難しいことではないのです。ということで、もともとインドで信じられていた神様をガンガン取り入れる形でバラモン教は再編成されたのです。これが大成功します。今までバラモン教の教えがピンときていなくて、自分たちの神様を信じていた人たちに対しても、お前の信じている神様なんていないというのではなく、あなたが昔から信仰していた神様ってバラモン教にも出てくるよと言ってあげたわけなので、そうだったのか、じゃあバラモン教でいいじゃんということで、どんどん広まっていくのです。こうしてバラモン教にやばいくらいたくさんの神様が追加されることになったのです。こうなるとバラモン教が進化したネオバラモン教みたいになって、もう元のバラモン教とはかなり違った宗教になっていきます。こうして出来上がったいろんな神様をみんな自由に信じていくという状態の宗教がヒンドゥー教なのです。正確に何年何月にバラモン教がヒンドゥー教に変わったというわけではなく、徐々にいろんな神様が足されてどんどん変わっていって、いつの間にかもうこれはバラモン教とは言えないような新しい宗教だよねってことで、ヒンドゥー教と新しく名付けられたという感じです。その後ヒンドゥー教では追加された神様も含めて仕上げられた叙事詩という本が作られます。誰がいつ作ったのかとかは例のごとくはっきりしていないのですが、この叙事詩がまたまたすごく効果的でした。叙事詩は言ってみればヒンドゥー教の布教を目的として書かれているような本なので、どの話も基本的には全てヒンドゥー教の神様かっけえというようなオチになっています。神様の化身として登場する古代インドの王子たちが敵の国と大激戦を繰り広げて派手に勝利したり、悪い神様にさらわれた王妃をこれまた神様の化身が救いに行くお話だったりと、ドキドキハラハラの物語、最後にはヒンドゥー教の神様とか神様の化身が活躍してハッピーエンドという感じです。そんな感じで、神様すっげえかっこいいと庶民に思われると、みんな神様に感謝する儀式をちゃんとやらなきゃという思いになり、そうなると国教としてヒンドゥー教を取り入れている国の運営もうまくいくようになるのです。2022年の今でも
そういった叙事詩の話をもとにインドではテレビドラマが作られたりしていて、今なおインドでは大人気です。結局そういったドラマも神様をちゃんと信仰していると最後に勝つみたいなエピソードがたくさん入っているので、そういったドラマを見たりして、ああやっぱりヒンドゥー教を信仰するのって大事だよなとみんな思いながら、インドの人たちは今も生活しているわけです。そんな叙事詩の中でも人気なのはブラフマ、ヴィシュヌ、シヴァの三大神です。ヒンドゥー教ではブラフマが世界を作り、ヴィシュヌが世界を維持し、シヴァが世界を破壊すると言われています。ブラフマは混沌の中で金の卵から生まれた。その生まれた卵の殻の上半分で天を、下半分で地上を、真ん中を空としてこの世を作ったという設定になっています。世界を作った後はそっと見守っていて、神様たちが困った時に相談するおじいちゃんみたいな立ち位置です。世界を作るだけ作って、作った後は別の神様に任せるというのが、いかにも多神教っぽい分業しがちの世界観です。ブラフマーが作った世界はヴィシュヌという世界を維持する神によって維持されていきます。世界を維持するというのは、つまり世界がピンチに陥った時にはヴィシュヌが助けに来るというわけです。なのでヴィシュヌは人間たちを滅ぼそうとする悪い魔人が出てきた時などにスカッとぶっ倒すような登場の仕方をしてきます。俺らの世界をいつも守ってくれる正統派のヒーローみたいな立ち位置です。最後の人気神様シヴァは破壊の神ということで、なんだか悪いやつのような気がしますが、シヴァが司る破壊は創造のための破壊です。古くて良くないものをぶっ壊して新しい世界を作るみたいな、そういうイメージです。なのでシヴァもシヴァで悪いやつをぶっ倒しまくっていて、ダークヒーローのようなすごくかっこいいイメージです。この人気三大神が出てくるヒンドゥー教のエピソードを一つ紹介します。このエピソード一つでヒンドゥー教のカオスさがよくわかると思います。ある日、世界を作った神ブラフマーと世界を維持する神ヴィシュヌがお互いに、俺はお前より偉いんだよと言い争っていました。どちらも一歩も引かずに大激論を交わしていると、突如二人の前に光り輝く巨大な柱が出現しました。めちゃくちゃ巨大で、てっぺんは雲を突き抜けていて完全に天まで届いています。この柱を見て二人は、ちょうどいいやん、この柱を先に登り切った方が偉いってことにして競争しようやと決めます。こうして世界を作った神か、それとも世界を維持する神のどっちが偉いのかのガチンコレースが繰り広げられたのですが、あまりにも柱が高いので二人がどんなに進んでも柱の先までたどり着けません。いや、この柱どんだけ高いんだよという感じで二人が諦めかけた時、柱がパカッと割れて中からシヴァが現れました。シヴァは、はっはっは、この柱はな、実は俺の断世器なのだ。そもそもお前たちがてっぺんを目指していた柱自体が俺の体の一部なんだから、一番偉いのはこの俺だと決まってるだろ、はっはっはと言って、ガチンコレースをガチのチンコでいなしてしまうのです。率直に意味不明です。そもそもの神様同士でどっちが偉いか決めようぜっていう話の始まりが小学生男子感満載で、その後結局シヴァが自分の男性期から登場してきて終了するとか、カオスすぎて全く意味のわからないエピソードですが、ヒンドゥー教の神様についてはこういうシュールすぎる謎のエピソードが大量にあるのです。どの話を重んじるかもヒンドゥー教徒によりけりなので、この話をもとにシヴァがヒンドゥー教で一番偉くてかっこいいんだよと思っている人もいれば、いや世界を作ったんだからブラフマーが一番かっこいいと思うみたいな感じで、みんなめちゃくちゃな物語をもとにいろんな神様をありがたがっているのです。ただでさえこういうカオスな話がてんこ盛りなのに、それどころか今現在もヒンドゥー教の物語はどんどん更新されていっているのです。というのもインドには今でも木の皮だけを身にまとって30年間木の実だけを食べて森で生きていたとか、そういう感じで謎にみんなから尊敬されている仙人みたいな人がたくさんいます。こういった仙人が夢で見たんだとか言ってヒンドゥー教の神話や聖典を勝手に作ってしまうのです。
ヒンドゥー教には教えを増やしてはいけないというルールもないので、1000人が勝手にヒンドゥー教の神様を登場させて話を作っても問題ありません。するとこういった1000人が勝手に作ったヒンドゥー教のエピソードを信仰する人たちが出てきて、ともう収拾がつかなくなってしまっているのです。なので、私の一族は代々この神様をありがたがっている。この村ではこの神様を、あの村では全く別のあの神様をありがたがっている、みたいな感じで、親族や村ごとにみんな独自の神様を信仰しているのです。なので、この教えがヒンドゥー教の教えだ。この神様がヒンドゥー教で一番偉い神様なんだ、みたいに、確固たるものはないのです。インドのいろんなところでいろんなヒンドゥー教の話が生まれては信じられ、という感じで、宗教自体が生き物のようにどんどん成長していっているのですね。こうなると、ヒンドゥー教を広めてどうこうしたいとか、最終的に誰かが儲かるようになっているとか、大きな意思や何かしらの陰謀をめいたものは全くなくて、ただただ末端で教えが増え続けて、それを信仰する人も増え続けて、というような感じで、誰にも止められないような感じで、勝手に信仰が広まっていっているのです。なんかそんな適当な宗教を信仰しても意味あるのかよ、と思うところですが、最初にも言った通り、ヒンドゥー教の信者はインドを中心に世界に11億人もいます。なぜこんなに信者がいるかというと、これはもう、ありがたいから信仰するとかいうことではなく、インドの人々にヒンドゥー教による世界観が染みついてしまっているからだと言えます。ヒンドゥー教を信じる地域や家庭に生まれた人にとっては、ヒンドゥー教は身近で当たり前のものなのです。お父さんやお母さんが子供と話すときに、当たり前のように、この世界っていうのはブラフマーっていう神様が作ってね、シバシンっていうのはこういう神様でね、みたいに話すので、子供も、世の中ってそんな感じでできてるんだ、と信じてしまうのです。なので、ヒンドゥー教自体に魅力があるからみんな信じているというわけではなく、ヒンドゥー教徒の両親から生まれて、ヒンドゥー教国家のインドで育ったからというような理由でヒンドゥー教徒になる人しかほぼいません。とにかくインドの人口が増えまくっているので、自動的にヒンドゥー教徒が増えているだけで、何か特にヒンドゥー教の教えがすごいわけではないのです。なので、他の宗教からヒンドゥー教に改宗する人はほとんどいません。ヒンドゥー教は教えを守ったら幸せになれますよ、みたいな、そういうルールを守って幸せになろうね、系の宗教ではないのです。ルールを守ったら幸せになれるよ系の宗教。キリスト教や仏教とかの宗教では、今までそんなルール知らなかったけど、そういったルールを守れば幸せになれるんだったら、今日からそのルールを守って生活します、という感じで、新しい信者が誕生するわけです。ですが、ヒンドゥー教を信じたら幸せになれるみたいなメリットがはっきりと示されているわけではないし、特に旗から見て良さげなところがあるわけでもないので、今日からヒンドゥー教に入信しますという人はほぼいないのです。まあ別に、すごくなくても、生まれた土地で大々的に信仰されているなら、自動的にみんなヒンドゥー教徒になるのもしょうがないか。そもそも人がどんな宗教を信仰するかは自由だよね、という気しかしませんが、実はヒンドゥー教にはやばいところもたくさんあるのです。ヒンドゥー教の一番の問題は、厳格な身分制度、いわゆるカースト制度です。先述の通り、バラモンが厳格な身分制を敷いた名残で、ヒンドゥー教にも身分制の考え方が深く根付いているのです。すべての人間は生まれつき、親と同じ身分となる。というのはバラモン教時代からの根深い教えです。身分というのは現代でいうところの職業となるわけです。インドでは農家の子は農家、洗濯屋の子は洗濯屋と言われます。親の仕事をそのまま受け継ぐのが慣習になっているのです。もちろんヒンドゥー教徒の中にもカースト制度を批判する人はいて、現代のインドの法律ではカーストによる差別が禁止されており、昔のままの差別がそのまま残っているわけではありません。子供は親の職業を引き継ぐべし、なんてインドの法律で決まっているわけではないのですが、あいつ農家の子供のくせに別の仕事に就いたぜ、という感じで、村で噂になったりするのが嫌なので、親の仕事を引き継ぐという風潮があるのです。そもそも、差別は法律で禁止します、と国が言っても、
差別を悪いことだと思っていないインド人も多いわけです。インドの人々には差別してやろうって悪気があるわけではなく、農家の子供は農家、それは当たり前じゃないっていう感じで、3000年かけて根付いたヒンドゥー教の価値観がインドの常識になっているので、国が声高に差別はやめてくださいといったところで、そう簡単には変わらないのです。日本でいうところの昭和の価値観みたいな感じです。仕事は男がして女は家で家事をするなんて法律はありませんが、今でもお父さんが会社で働いてお母さんは家で家事と子育てをするというのは当たり前の光景で、お父さんが昼からずっと家にいるあの家、ちょっと怪しいよねと思われるのも無理はないです。その他にも、女性が会社の受付をしていたり、女性は会社の飲み会で男性上司にお酒を継ぐ係だったり、男女平等を目指しましょうといくら言っても、こうした昭和の男尊女卑っぽい価値観が日本にも残っていることは確かです。そんな感じで、どうしてもインドからもカーストの意識が抜けないのです。またヒンドゥー教では日本よりさらに男尊女卑の考え方が強く、女性は男性の人生を補佐するための存在だというように考えます。例えばインドでは、結婚している女性が夫に先立たれると、未亡人となった女性は夫が火葬される時に一緒に火の中に飛び込むという恐ろしい儀式がありました。これも破壊の神シヴァの奥さんがシヴァとの結婚に反対された苦しみで火に飛び込んだというヒンドゥー教のカオスな話があるので、それをお手本にした風習です。このカオスな話が発展して、挙句の果てに夫に先立たれた女性は夫を追って火に飛び込めば聖女になれると信じられていました。カオスな話をみんなが思い思いに信仰していると、どこからともなくこういうやばい話や教えが生まれてしまって、その教えがインド国内の常識になっていくわけです。するとこういった恐ろしい男尊女卑の行いがなされてしまうわけです。今は法律で禁止されているので、夫を亡くした妻が火に飛び込む儀式はかなり減ったのですが、村によっては今でも時々行われています。またインドでは、女の子が生まれると10歳くらいのうちに裕福な男性に嫁がせる児童婚も広く行われていました。これもヒンドゥー教に、女は夫に嫁ぎ子を産むために存在するという時代遅れも甚だしい教えがあり、それが常識となってインドという国に深く根付いていて、結婚する前に処女を失ったりすることは女性にとって大罪だとされているのです。たとえ無理やり男性に性的暴行を受けたケースであったとしても、処女を失えば親の名誉まで傷つくという世界観なのです。そのため、娘に何かある前にと10歳そこそこのうちから急いで結婚させてしまうのです。現在のインドの法律では児童婚は禁止されているのですが、長い伝統を持つ風習はなかなか変えられず、田舎の村などでは現在でも密かに児童婚が行われているといいます。いや、なんかそんな恐ろしい風習があって、それでいて別にヒンドゥー教を信じていれば救われるとかそういうこともないんだから、そんな変な宗教を信じるのやめればいいのにと思うところですが、厄介なのが輪廻の考え方です。輪廻というのは、いわゆる生まれ変わりの考え方です。ヒンドゥー教には、生きている時にいいことをしていると来世でよく生まれ変わることができる、悪いことをしていると来世では悪く生まれ変わるという考え方があります。この考え方は厳しい身分制とも深く関わっていて、よく生まれ変わる、悪く生まれ変わるというのは、つまりカーストが上がる、下がるということです。ヒンドゥー教の世界観においては、生きている時にどんなにいいことをしてもカーストが上がったりすることはないのですが、良い行いをしていれば来世で高いカーストで生まれることができるというわけです。逆に悪いことをしていると低いカーストになったり、カースト外の動物になったりすると考えられています。またいいこと悪いことというと、なんだかぼんやりしていますが、はっきり言うと、与えられたカーストでの仕事を粛々とこなすことがいいこととされていて、逆に与えられたカーストに不満を持ったり投げやりな態度を取ることが悪いこととされています。この考え方のせいで、ヒンドゥー教徒はある種無気力な、どんなに辛くても今世は頑張って生き抜こう、だってそうしていれば
来世で幸せになれるだろうからという考えになってしまうのです。なので今が辛くても我慢し続ければ来世でいいことがあるはずだと信じている人が多くいて、低い身分の人も反乱を起こしたりせず粛々と今世を過ごして来世に期待しているのです。こうした輪廻の考え方がヒンドゥー教徒がヒンドゥー教徒であり続ける理由の一つだと考えられています。もちろんスマホが普及して世界中の情報が手に入るようになった今では、いや俺の国の価値観やばすぎるやんと気がついてインドから出て行ってヒンドゥー教の世界観から抜けていく人もたくさんいます。ですがやはり大昔から続くヒンドゥー教の教えはインド社会と深く結びついているので、ヒンドゥー教は今なお11億人から信仰されているわけです。まとめますと、ヒンドゥー教徒は今から3000年以上前に白人遊牧民がインドに持ち込んだバラモン教がルーツで、どんどん神様を取り入れる形で変化を遂げて現在のヒンドゥー教と呼ばれる存在になった。世界中で11億人から信仰されているが、その信者のほとんどはヒンドゥー教徒の親から生まれてヒンドゥー教国家のインドで育ったから信仰しているだけで、カオスすぎて魅力らしい魅力もないので他の宗教から回収してくる人はほとんどいない。魅力がないどころか、カオスな話をルーツに持つヤバい慣習が根強く残っていて、生まれながらの身分制度、カーストを重視したり、女性を明らかに差別したりするなど、現代の倫理観、人権感覚とは相入れない部分があり、問題もあるといった具合になります。ヒンドゥー教が広く信仰されているインドって、国土もすごく広くて、来年にも人口が中国を抜いて世界一になるみたいに言われてるんですよね。でもインドって全然経済発展してなくて、本当にずっと発展途上国のままなんですよね。これ結構不思議で、人口いて国土も広くてってなると基本的に国って発展するんですよ、アメリカとか中国みたいに。でもインドってまあ発展しない、まあダメダメな国なんですよね。それなんでかっていうのは結構面白くて、その辺詳しくはメンバーシップ限定動画で話しているので、気になる方は青色のメンバーになるボタンを押してみてください。なんか iPhone からだと青色のボタンが出ないみたいなんで、 iPhone を使いでメンバーになりたいっていう方は僕の Twitter か Instagram に DM してきてください。そうしたら入り方をお教えするので、他にも紹介してほしい動画がある方はコメントで教えてください。コメントが多かったものは動画にします。最後にこの動画が良かったと思った方は高評価ボタン押してくださいね。ではまた。